はいえー、大変お待たせいたしました、今、ですね音声の方全すべて復旧しまして、えー、と最適な状態を整えましたのでここからですねちょっと遅くなってしまったんですけども配信の方進めたいと思います。はい、で今回、ですね初の生配信で、まあ、こんなことになってしまいましたけれども反省点も含めということで今回、ですな、ね、んでこう生放送なのかというと,、うん、と旬な楽曲をですねあの取り定期的に取り上げて なんかその辺りとかを何、えー、でしょうね、まあ、すぐ伝えられるとスピード感、うんうん、で伝えられるっていうことあとはですね結構僕ら音楽がですね好きなのでそういった会話もですね是非聴いていただけたらなみたいな感じで考えております、はい、でですね今回の、えー、と楽曲なんですけどももうかなり話題というか ね、今年の頭ぐらいですかね3月4月ぐらいだったと思いますけど、ねはい、ビリー・アイリッシュの「あのバッド・ガイ」っていう聞いたことある方も多いと思うんですけども、うん、あのこれのちょっとアナライズというか、まあ、どのような構成になってるのか、うん、仕組みとかをちょっと一緒にこう見ていけたらなみたいな感じですね、うんはい、で、えー、とコメント欄概要欄かな概要欄にも書いてあるんですけどもあの何でしょう 著作権上ですね、これ流すことできないので、あの何でしょう <laughs> 打,ち打ち込みましたしっかりと、うん、まあそうですねある程度こう、はい、あのギリギリのところをこう攻めて攻めてそれが一番大変かもしれないですねそうですねギリギリまあちょっと言っちゃってるやっちゃってるかもしれないですよね。<laughs> あのー、これを一回、えーとうん、こんな感じの曲ですよってこ,こ,これを解説していきますよって感じなので一回流させていただいて23、はい、分ぐらい三分ぐらいですかねそうですね、はいはい、一度聴いていただけたらと思いますはい、はい、では流しますはい ですよね、そうですね結構、これは解説とかで取り上げようって、まあ、僕らあ、いいねって言って、うん、ビルボードチャッタから、ねはいはい、見たんですけどうんと結構、解説もなかなか難しいというかそうですねちょっと基本というか感じたことは、まあ、の聞いていただくと分かるんですけどもなんか基本的に同じテンション感だからこう盛り上げるとか。うんうん なく淡々と進んでいくみたいなここが面白いしかっこいい印象まあそうですねかなって言ったところですよね。で構成もシンプルでもう AB ぐらいしかないみたいなそういう感じですね。でやっぱりなんか要は j p o p とほとんど対局みたいな感じ音数的なところだとみたいな感じです一個の その分一個一個の音の重要性というか役割をがちゃんとしてないと成り立たないそいうようなところ、うんうんねうん、間違いないですねそれはね,ね、うん、そこが面白いというかセンスを問われるのかなという感じ、まあ、技術とかテクニックよりもやっぱセンスが重視される音楽かなという感じはしますね,、うんねはい、一個のラインが出さければもう終わっちゃいますからねうん、うんまあ、そうですね,ですね曲として、はいうん、難しいなと。 なので一個一個やっぱり大切に聴かせるって言ったところうん、うん、一楽一楽がすごい大事になってくるかなとそうですね実際にまあ打ち込みながら感じたこととかもいっぱいあるのでそ、うん、の辺りをじゃ早速入っていきましょうかう、ね、はい、うん、とまずですね、えー、と最初のやっぱり印象的なのがイントロのベースラインはい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 大丈夫ですよはい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 は まあこんな感じの、うん、まあ非常にシンプルなリフ的な感じですよね,すね、はいまあ、ペンタですからねペンタト,トニックな形で作られてるようなだからこれ一回じゃ止めていただいて、はい、となんだろう、まあ、ギターとかでもよくあるじゃないですかリフでその後平行移動して上上がっていくような感じが常に繰り返されてる感じになってるっていう,う、ねねはい、これで引っ張るっていうか引っ張るも何も、うん、終始この感じそうですね っていうところなんですけども、はい、ちょっとここでですね、まあコード進行がですね、はい、うんとじゃあこれミカさん、コード進行これ、はい、どんな感じになってるんですかね。そうですね。最初これキーがまあ G マイナーキーで、えっと使ってるコードがまあ3つしかないんですけど、最初のコードがまあ G マイナーで始まって、次のコードがえっとベースが C に行くんですけど移行するんですけど、えっと上のコードがまあその,のまま G まま、まあこれあれですね、えっとハイブリッドコードが、まあ最初が。 結ぶことですね。その次が、お、これが G. マイナーなんだけど、下がまあ、えっ、ー、とルートが C. にくるよーってこと。その後に、えっとセカンダリドミナントの。セカンダリじゃない。はい、えっ、ー、と普通の五度セブンですね。五度セブンっていう感じの D. セブン。うん、はい。まあ G. を感じするとき、あのワンとした時の五番目のセントスコードが入ってるよ。三つしか出てこないですね。これ二個目がやっぱりこのハイブリッドになってるとこはポイント。そうですね。やっぱおしゃれ感はこれ普通に C. マイナーで。ーちょっと。 泥臭いというか、うん、ちょっとこう、ちょっとフリカ、ちょっとはいそういう感じは、哀愁食べる哀愁に、はい、ハイブリッドにすることによって、えー、このなんかフリカにるコードっていうのが、うん、まあ一つのポイントかなって感じがしますね。なるほど。 でこれでやっぱり引っ張るっていうかこ,こをかっこよく聞かせて、はい、実際これ生ベースなんじゃないかっていう話もしてましたけ、ね、とちょっとよく聞くと、うん、あのスピーカーで聞くとちょっとまあ、えー、とローパスフィルターがかかっていて倍音、うん、がちょっとこう持っていることだったのでな,なのでちょっと判断しづらかったんですけどまあヘッドホンで聞いた時に。 っ、まあ、っぽいなとも思ったんですよねどっちもっただ今打ち込んでる、うん、これ実は生ベースの音源で打ち込んでるんですけど、うん、まあそんなにどっちの音でも遜色ないぐらいこうハイ、はい、カットしちゃってるんで、うん、まあそこも特徴の一つかなという感じですかね。この何でしょうハイ、うん、をハイをカットするっていうのはじゃこれキックもまあ頭から四つ打ちで入ってるわけじゃないですか。はい、そうですねでこれもキックとの兼ね合いというか、はい、もうキックも割とハイ削ってるって感じそううですね全体的にここのリズム帯がこう ロ、あの、ハイカットしていて、ローパスで削っているってところが、うん、まあ、この音源の、特徴ではありますよね。うん、で、それは何のためにじゃやってるのかっていうと、はい、これは。<の>うん、ね、これは、まあ、後に入ってくるボーカルのためで、あの。そうですよ。その帯域を、やっぱり開けてるっていう感じですかね。はい、そうですね。このボーカル自体、すごい囁き声で歌ってる感じのボーカルなので、うん、どうしても、こう。音圧感ってないじゃないですか。うんすね、まあ、これ音源の、その。 周波数がこう桶の方で埋めてしまうと、まあ抜けなくなってくるし、このボーカル要素も出ないと思うんですけれども。まあそこをこう、特にこのウィスパー系の、この囁き声の独特のこの広域の。ニュアンスもありますしね。ニュアンスがくっきり出るために、まあ削ってる、その意図はちょっと本人じゃなきゃわからないところあると思うんですけれども、まあそこは感じられるところかな。でボーカルが出てきやすいように、カットしているっていう。これは、まあ事実かなって感じですね。そこがまあ、うまくこうやっぱり、調整されているのが。そうですね。

でこうあるじゃないですか。でえっ、ー、と帯域がうんと要はベースとかドラえー、キックとかで、はい、まあ普通にまあキックボナで出ててこれは割と落としてるんですよね。これ背景をです、ね、そうですねカットしてるんで,す、ね、でここにボーカルの帯域が来るからこの辺りがやっぱりすごく聞きやすくなるみたいな、うん、そうですね抜けてくる感じありますね。 感じですよね。はい、そうです、ね。でかっこいいんですよ。またニュアンスも、まあ、そうですね。うん、このダラダラ歌うっていうかちょっとち <laughs>、ね、あの力が抜けた感じのボーカルがすごく、はい、まあ印象的ですよね。この曲。そうですね。 だから速攻とかもやっぱりすごく面白いなといなううふうに感じましたうん、うん、まここから生かせることっていうのは、まあ、なんか全部の前に出さないしこう行きだって別にこうやって整理してしっかり何,何を主張したいのかっていうのをやっぱり考えていくっていうのはすごい大事なんじゃないですかな、うん、そうですねヒントになりますね。と、うん、思いましたね。ここははい、でコード進行に関してもさっき言ったようにあのなんでしょうハイブリッドコードを混ぜるし C 分の g マイナー、はい。をやっぱりちょっと工夫されてるんじゃないかなという感じですね。うんうん、はい キックに関しては特に何かこうこれサンプル使ってるんで、うん、まあそのサンプルの兼ね合いもあったり元の,そのオーディオサンプルの兼ね合いもあったんですけども、うん、若干歪みをかけた方があの、うん、太いに合わせ出るかなって感じでまあキックに歪ませるっていう手法自体はもう王道なので、うん、まあよくやる手法ではあるんですけれども。温、うん、かみが まああま、これは、まあ、削ってるっていうさの話もあんですよ、ねはい、そうですね削る前に、うん、あと,、えー、と潰すことによってダイナミックスレンジがこう狭まる要するにトゲがなくなることになるんで伸びが長く聞こえますよねドッ、うん、ドッとこう余韻が持ち上がるとうそう,そういう、まあ、ちょっとニュークアスが若干ありますこれはもうこの波形って見れます,、はい、れますでも波形見てます波形はこれはもともとかかってない状態の波形、ね、ちょっとこれダブルクリックして中サンプルエディター見ていいですかもともとの音がこういうサンプル使って 割と結構原曲寄せてる感じではありますねはいこれエフェクト切って聴いてみましょうか一回ソロでどのぐらい潰してるのかって結構もともとはクリック感もはっきりしていてテクノっぽい感じのキックですかね割とこれに歪みを入れると若干ただひずましても倍音カットしてるんでまあちょっと分かりにくいかなと思う音色の変化的には。 にくいかなーっていう感じで、まあこんなの使って歪ましてますよっていう感じですね。はい。A P I のか、A P I のプリアンプのシミュレーターですかね。あ本当まあいいですねこれはね。そうですね。まあキックもこれはずつやっぱりベースと一緒で終始なっててっていうところで、はい。その後にえっ、ー、と A A のですね。はい。えクラップじゃなくてスナップが入ってくるんですよね。ちょっとここあたりとか、も全体でいいと思います。うん、これはで、うん。あのちょっと前ぐらいから聞いていただくと、このスナップ。 これもやっぱブラックミュージック系からインスパイアされたようなちょっと重めのノリのこれなんで重めになってるかっていうと多分これタイミングずらしてますよね打ち込み自体はストレートにこうバツンと打ってるんですけどもサンプル見ていくとピークがちょっとスタートポイントから後ろにあるんで。 この部分が遅れてるって感じですかね、場所的には。で聞いた感じでバラッバラって聞こえるわけじゃないですかそ。それもやっぱそうですね、はい。まあルーズ感というか。ルーズな感じですね。こういう時ってなんか一個は軸はしっかりしているって感じなんですか。その2、2、4のどっちかのサンプルはちゃんとパーツず出てくる感じですか、はい。いや、えー、全部ルーズ目ですね。うんうん、でさらにこの楽曲だとこのスナップ、えー、っと200メだけかなこれはうん、うん、はい、えー、っと遅れてさらに重なってくるんですけど、これはもっと遅れてますね。 割りとタイ、まあ、ルーズだけど早めのスナップが入ってきて、うん、その後ろのパターンはそのもともとの入ってくるんだけどさらに遅れてパラッてのが強くこう出てくるような重ね方で、うん、まあこの2四角のバックビートを遅らせるっていうのは割とこう乗りつくる上で重要ですよね特にトラックス少ないので、うん、あのタイトになりすぎると曲つまんないというか聴き応えがないかなという感じで逆に音少ないらこのニュアンスも顕著に出るっていうのはそうですね,あありすねやっぱ薄い、はい、隙間があるので出やすいかなというふうん、面白いですね。はい で、リズム系でもう一個がこれもすごくシンプルなんですけどもその後ハット入ってハットかな裏打ちの88裏で入ってきますよね。で入っすよね。一応これシェーカーで打ってるんですけど今回は。ちょっとハットだとアタックのアクセント大きすぎるのでちょっと緩くしたいなってシュワッて入ってくる感じタッじゃなくてシュワッと入ってくる感じをルーズ感が多分合うかなっていう。

で入るマンネリ感もすごく薄り合いっいう感じかなと思いましたね、はいうん。だけどやっぱこれもう音数少ないからこんだけ入るんだなっていうのを一個一個のトラックが入るだけでこう、まあうん、特にシェイカーとかハットなんて広域に成分強く持っているので、うん、まあ今までそこを絞ってたんで、うん、そこがパッと入るとやっぱ。 曲の印象変わるかなっていうリズム抜けやすく聞こえますよね。えここでスーパーチャットこれいただきましたこれ恥厚いスーパーチャットあ,ありがとうございます本当に <laughs> 毎、はい、毎年年賀状ありがとうございますあ,<ー>あの今年も用意しましたねはい、はい、そうですねはいはいあので、えー、皆さんどんどんもし気になることとか、うん、こんなのどうなのみたいなのとかあったらどんどんコメントいただければ。 はいお話ししていきたいで今回放送は大体40分ぐらいかなーって考えてるんですけどコメント返したりとかしてとかで、はい、まあ40分から1時間ぐらいでできたらなっていう感じですね。はい、はい、でじゃあその次にまあこういうのがあってやっぱりさっきも出たんですけどボーカルをやっぱりまあ当たり前ですけども、はい、しっかり聴かせるって言ったところで、はい、いろいろと,、うん、と工夫が施されてるしエフェクトの感じもあるんで、うん、ここ見ていきましょうか。ははいボーカルですね、はい、まあこれは あの歌なんでちょっと原曲とだいぶ雰囲気がちょっとずれちゃったんですけどそのまま流せなかったなって。まあそうですね。でサンプル一応使ってるのはえっとサンプル使ってるんですけど、まあこれもあれですね。はい。メロメロラインでち無理やり加工してます無理やり加工してます。はい。元の歌。これが一番大変だったんですね。この作業の中でそうですね一番大変なポイントですね。なるほど。はい。元々は三連の跳ねたリズムでしたからね。これを無理やりあのピッチ中性ソフトでとりあえず雰囲気出そうって感じでやってくれてますね。ちょっとこれ聞いてみますか。うん。 よいしょあこれだけ聞くとこれだけ聞かなくても修正感はああああるんですけどまままということで、うんで、えー、と今回面白いのが <laughs> 曲全体通してコード感がある。 トラックってこののボーカルハモしかないでですすよねねそう今ちょっと一瞬ハモリ聞こえたと思うんですけども要はこのハモリだけであとは全部単音っていうかコードはせいはなってないですねないんですよパッドもないしねパッもないですないからここもすげなすごいですねやっぱなかなか思いつかないっていうかもう逆に一周して思いつかないですよねもうね入れちゃうっていうのは固定概念にあったりするととりあえずコード埋めなきゃみたいな全く感じさせないですよね そうですねだからそれでさっきの広域なんかを生かしてしっかり聞かせるってったところがまず1個目 1>、うんね、いいなと思ったところと、はい、今回テンポがこれ 130?134 ですねあの後半ちょっと変わるんですけど、うん、一番最後のトラップのセクションだと120までパッと落ちるんですけど、うん、まあ基本的には134、はい、13から、はい、っていってて、はい、うんとこれがですねえっ、ー、と メロディのふわりに16分音1分音入ってないんですよね。そうですね。アクセントのにはほとんど、うんうん、16の良さはないですね。でないですね。はい。いし、はい、まあこれもざっくりポイントだし。そうですね。で、あとなんかちょちょっとロックっぽい感じを感なんでしょうね。なんかあるじゃないですか。うん、まあ縦乗りだし、うん、ベース C がペンタだし、ってところもあると思うんですけどね。頭にアクセントが結構こう強い。うん そうですね。だんだん、たたんだんみたいな感じでやっぱり幼少期のアクセントがあるからこういったところも骨太じゃないですけどもすごくしっかり聴けるポイントなのかなというふうには感じましたね。そうですね。こんな感じですかねメロディに関しては。まあメロディというか歌に関して言えば手を広げてるんですよねかなりこう。 あー原曲、今今<も>あ,あまあ今もちょっと一応広げてルエフェクトをかけてるのかなちょっとこれ聞いてみますか。それ意識して、ソロでもいいかもしれない。その方がわかりやすいかな。ちょっとソロにして今かけてますね。はい、まあちょっと機械的にかけて、本当は多分あの撮ってると思うんですけど何本か今これで広げてるんですけど。うん これがないとこど <music> 真ん中になるじゃないですか手を、うん、外してるのもやっぱポイントかなっていうことで広げてることによってセンター開くじゃないですかああ隙間っていうか手、はい、をこう LR に振ってることでこ真ん中開くのでこの曲ベースとキックやっぱすごい中心なのでそこをこうボーカルで上塗りしないように広げてんのかなってキックとベースがすごい出てくるっていうか。 シーンがあってのそうですねはい真ん中を置かないっていうキックベースに委ねてちょっと広げてところでボーカル乗せるっていうのもまあジェップップとかではほとんど見られないですよねやっぱボーカルメインなんでそうですねこれも独特かなっていう感じがしますねもう一回それを踏まえて全体でその何でしょうエフェクトありなし聞いてみますそうですねどこでもいいですねれまあどこでもいいではい頭とかでもいいですけどでまずセンターに置いてみましょうかじゃなしでいきましょうかちょっと待ってください。 こ,ねまあ、こんな感じですね、うん、広げている状態だと ーラスももちろん広げてるんでセンターの分量がだいぶ減ってるかなとなるボーカルはこれも何か使えそうですよねテクニック的にはそうですねまあ歌謡曲っぽい曲はちょっと難しいかなと思うんですけどジャンルによっては全然ありかなっていうおしゃれな感じおしゃれ難しい表現は難しいですけど出るんじゃないかなと思いますけどねなるほどそうですねはい。考えられてますね であともう一個が一部分なんかこれも、はい、たまにとレッスンというか質問があるんですよこれどうやってやってるんですかみたいなあ、はい、質問があってえー、っとまあ答えてるんですけども、はい、LFO をかけたようなところの特殊特殊効果というかボーカルはをちょっと確認いただきたいんですよね。この辺かな <music> んか別にこの曲だけじゃなくてもうこれどうやってやってるんですかって結構あるんですよ、はい、そうですねはい、うん、まあよく使われるエフェクトで、うん、まあ最近はやりというかもう結構認知度も高くて定番的な、うん、エフェクトなんですけど、まあ、l o 4, 4系ですね。うん、これはまあどういうエフェクトかっていうと、はい、あの実はですねちょっと解説これはみ桜かさん解説作ってくれてあそうです、ね、これは別でこの間編集終わったんですよね。はい この使い方だけを取り上げたん動画も近日公開されますが、はい、これは何かというとボリュームとかに LFO ってシンセサイザーの波を打たせるボリューム,ボリューム周波数とかスルにこの LFO ツールだと、えー、フィルターと、えー、あとは、まあ、フィルターのカットオフレゾナンスボリュームあとパンと、うんはい、あとこのバリエーションで、まあ、ちょっとエフェクトは別であるんですけどもこういったものが。 変調できてっていうか l f o でかけれて主には今の感じだとこの曲だとボリュームですねボリューム使う時は圧倒的に多いかなって気はしますねなるほいろんなジャンル見ても今はじゃボリュームで LA4 ツールを使って動かしてますね本格派で徐々にちょっとかけていって深くなってくるこの動きがオートメーションでオートメーションで動かしてますねなるほどじゃあちょっともう一度オートメーションのカーブも含めてこれかもうちょっと拡大できます まあ、こんな感じ。感じで,で。これってパラメーター動きます。その。え、えっと、ここは動かしているのが見えるかな。あ、一応、あ、動いてるとこですか。うん、これ、どこ動かしたけな。えー、っと、こうです。すアマウント量ですね。ボリュームに対してのこれをかけて、要はたくさん揺れを増やして,るってこと、ねはいる。そう、最初は揺れてないけど、徐々にこう揺れてきてるよって感じですね。ただかける場合もありますよね。お、一定数揺らしておくてと。あ、あもう、そうですね。はい。で、今回はこれを。はい。 揺れ幅を変えていくことによってちょっとこう危うい感じのニュアンスを出してるのかなボーカルでかけるっていうのは僕これ以外の曲で聞いたことないですねちょっと奇抜とか斬新かなっていうあれですねエレピギターとかトレンロ系ですやっぱ多くはシンセ系のジャンルだとやっぱコード系の動きをつけるまあその動画ではい出すと思うんですけどまあフューチャーベースとかのうだん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 じわじわとかそういう動きをつけるので結構使うかなという感じですかね多くはあとはダッキングですね普通に あのうわうわって八分の動きとかこれでつけれるこれるこ簡単につけれるんでサイドチェーンルーティングいらなくて立すだけでいけちゃうんでまあ楽ですよねあのサイドチェーンってもちろんソースというかリックのあのなんでしょうに影響されるじゃないですかコンプの設定をいくら変えたとしても戻り具合とかっていうのもリリースとかでやってもなかなか思い通り気持ちよく入んないとかっていうあります,、ねあ,りますね、あとコンプによってかかり方も癖があったりしますし、うん、まあそういう時にやっぱ。 こちら楽ですねカーブもかけるともうかけます点も何個も作れてなるほどねこれじゃあちょっと踏まえてごめんなさいね一回もう一回聞いてみますはい入れ方のとこですかはいよいしょちょい前ぐらいかな二小節ぐらい前あるといいかなはいこの中にかっこいいですねこのブレーク入れてって言ったところですね。よね というような、うん、あのなんでしょう手法が施されていますよ、はい、って言ったところですかね。はい。はい。でえっ、ー、と次じゃあこの後に入ってくる感想の申請。ああはい、はいあはい。そうですね。唯一のリード申請ですね。うん、ここは。よいしょ。これもちょっとまず一回サウンド聞いていただきますか。そうですね、うん。これ似てますよねここす。そうですね。音色もかなりちょっと寄せたんで。<laughs> はい。まあ、うん、はい。 いや、最初フレーズ、あの、うん、帰るの忘れて,て、まずいかなと思って、ょっ急遽、はい、フレーズ変えました一回弾いてみましょうか。あ全,体か全体できますか。はい。うん、これですね。はい って感じのフレーズですね。うん、この音色です。なかなかこれ使うところを選ぶ、選ぶというか、まあ、サイン派っぽい感じのそのぐらいの入れて,て。そうですね。はい。見てみましょうか。中身ちょっと。ちょっとわかり。これがおすすめのシーンですか。そうですね。これディーバって言って、うん、えっと、まあ、原曲聞いても、ちょっとアナログ要素強いっていうか。なるほどはい。 やっぱデジタルだと発音するためにあのまあ位相ずらしたりとかピッチどれひかけたりできますけど、割とやっぱアナログモデルの方が揺れがあるので、やっぱそのシンプルな音ほどなんていうん音楽的楽器的って言うんですかね、はい機械っぽくなさが出るんで、まあその中でもアナログの中でもアナログモデリングの中でもこのまあユーヒーっていうのかな、このメーカーの D、まあどの製品でもいいんですけども、はい。まだ解説してないですね。これはないですね、はい今のところ。 まあちょっとやりたいなってぐらい僕は個人的には気に入ってるんですけど、うん、なるほどはい設定的なポイントとしては割と丸めのものを選んでる感じなんですかえっと入れてるのは一応シルエッだけでトライアングルでこれはあれですねスクエア派ですねスクエア派に、はい、ローパスフィルターかけてあとはグライド入れてるとかですかねなるほど、はい、でちょっとミディフレーズとかも見ていいですか、はい、見ていいです、うん、大丈夫ですよよいしょちょ,っとちょっと広げます いうあこんな感じですね<じ>ちょっと、はい、グライド入れたいところをつなげてっていう、まあ、これは通常のね、はい、よくやる時ですねドウェイってこうね引っ張るような感じのピッチの動きをつけてますねペロシティとかは一定というか松の上にスケール的にはあれですね、えー、とマイナースケールちゃうんですよこのブルーノートですかねこれね、うん、半音で、はい、入ってますねこうなるほどはい この,ですね、この半音で G のブルーノドスはい G からはいでそこからも,もちろんあのなんでしょうベースがさっきあの C マイナー行く、はいくときはこっちも上がって,るっていこっちも上がってフレーズも、まあ、同じ感じで,感じで、ね、そうですねほとんど平行移動ですねはいそうですねほとんど平行移動ですね、うん、これはやっぱり世界観をちょっと怪しめな世界観を保つためにっていう感じは印象を受けましたけどねそうですねねややっっぱぱこのの半音の部分が、ねやっぱ 色になってますね。これペンタでやっちゃうとなんかベースと似たようなフレーズになっちゃって、はい、うん、まあ面白くないかなってところですかね。なるほど、わ、うん、かりました。はい、あと何かこれシンセでポイントとかありました？このシンセですか？はい。あいや,いやこのフレーズとかあ<ー>手法とかは大丈夫です。大丈夫です。グライド使って、まあ音もシンプルですからね。はい。うんうん、まあそうですね。特にないですね。他ははい大丈夫かな。<の>はい。 そうですねで正直もうこれって、はい、今の説明したもの、はい、リスとかが繰り返されて、はい、構成的にはもう同じ構成を2回やってのまあそうですね2回やっての最後だけちょっとトラップの要素を入れてるっていう感じなんですよね。うん、そうですね最後いきますかちょっと。いきたいですね。はい なんでこれがもう一回繰り返された後ってお考えくださいっていうかもうエンディング扱いですよねここに関してはそうですねここにあの同じものが、A、まあ ABC と分けると ABCABC ときてエンディングのトラップセクションがあるとなるほどここ一回全部切っちゃってるんですねばっつり切って、うん、テンポも変わってますからもう別局がくっついてるような感じの、はい、ここが134からいくつまで120まで落ちてるんですよねあここではいじゃあこっちはースの,の方でオートメーション書いてみたいなそうですね トラプですすねねトラプでこれもルーーーープででですす、すよねねワワンンコココドドドはないここのポイントとかはちょっとハットは後ほど置いといて何か音作りベースですかねやっぱねこの808系っていうんですかねこのイ位波がちょっと歪んでドゥーンって伸びてる感じのベースはやっぱ今回は。 えっとまあ何のシーンでも良かったんですけど、うん、ちょうど僕あのプラグイン見た時セールやってて「サブラブ」って言うてそういう専用のシンセがあるんですよ。あのサ,サブを司るうそうサブはいなんで、まあうん、キックの,そのサブの分だったりとか、うん、まあ主にベースですね最近はそのキックとベースくっついたような音楽も多いんで、はいまあ、そういうものは簡単に作れるよってシーンで あの音太くてすごい使いやすかったんで個人的にはまあ,あんまりベース形容のシンセンって今まで持ってなかったんですけどやっぱ無駄なパラメータないのであの作りやすいですね、はい、あの必要なパラメータはい、もう何もディストーションもまあ必要なものはついてますあとこれは1個ちょっと紹介していいですかこ これはあの新セと基本的にはシンセとサンプリングのエンジンが入ってるんですけど、うん、まあそこに X サブってつけると聴覚的に重心を下に感じられるのう域大気にサブハーモニックみたいな感じで加えてくれる,くれる、はい、みたいな感じだと思うんですけど<ー>ちょっとエンジンの内容は分かんないですけどめちゃくちゃ太くなるんでこれれ割とシンプルだしおすすめですね使いやすいんで値段もそんな高くなかったですね何千円かだった気がするんで、はい、こういうベースのまあ、はい 補強にも使えるとかそうですね申請、ねまあ、ベースって例えば、えー、とそれこれレイヤーするじゃないですか、うん、この X サブだけ使うってうのもありじゃないですかねこ,のこっちのエンジンは使わずに今使ってる申請とかの音を出して、うんはい、補強ベースで入れていくといいかなそれもまあなんでしょう切り,、えー、切り替えというか、はい、が可能なんですね X だけ使うと。あそうですこれがボリュームそれぞれのボリュームここにあるので、うんはい、どれだけ出したいかっていうのを設定すればこれだけ使うこともできます。

まあ今だと新生エンジンにただその X サブつけてるって感じで、まあ、ちょっと原曲と音そこまで揃えてないんですけれどもひ歪み結構強調的に歪ましてるっていうとこポイントです1個ねなるほど、はい、これはんと、はい、あれですかね、はい、ミディの方でこ下がってく、はいくピッチベルト描いてるいえっ、ー、と下がっていくのは確か描いた気がするんですがちょっと待ってくださいあっ書いてないかなソフトの中でやってるのかこれはどっちやったっけなえっ、ー、とすいません曖昧でえっ、ー、と ピッチインベロープでアマウントそうですねピッチンあでも違いますこれ書いてるはずですえー、っとそうそうそう最初これ、えー、<ん>あれ書いてないかなんどっかで書いてたと思うんですけどもいやこれ書いてるはずなんですが<ー>どこで書いてたんだろうあ,、えー、あでもまあ書いてるというか、はい、書かなきゃいけなかったんですよこれの手法っていうか、はい、あの以前にキューベースでトラップの作成みたいな感じのはい、はい 解説させていただいているのでぜひちょっとそれも見ていただきたいんですけど今回トラップこれねトラップセクションだからそうですねはいちょってますねこんな感じピッチを下げていくことによってまあさらにルーズ感というかまあよくあるうまくありますねこのジャンルではねあと大事なのはピッチの下がるタイミングこれ最初僕もエンベロープやってたんですけどあの一定の下がるスピードじゃダメなんですよねドゥーンドゥーンじゃなくて長いところは ドゥーンってゆっくり下がっていくと、なるほど。短いところはドゥーンって下がるし、ってなんで、まあ手動で書く必要があるかなってちょっと、うん、絶対書いてますよね。こどこで書いてるんですけどちょっと <laughs> はい、いますみません、忘れちゃいました。わかりました。そうですね。だからピッチもその、はい、なんでしょう、ラインで書くんじゃなくて、ちょっと表情を毎回つけるような感じにちょっといいのかなっていうところですかね。はいまあ、シンプルが上にやっぱちょっ手をかけないとつまなくなっちゃうっていうのがあるかもしれないですね。うん、すなるほど。単調すぎて。 これであとはポイントっていうのは、はい、まあキックとかはそのまま同じサンプル使ってるんですけど<や>これはちょっと違いますねえー、っとちょっと聞いてみましょうか、はい、キックのまあこれもあの重心が全然なくてサブの方で低音のこの芯を出して、はいはい、このキックの方自体は結構クリックとアタック感だけこう強調して出るような感じの音で混ざって1つの音になるような,なマニュアンスをちょっと意識してるんですけど、うん、はい。 そうですね。これ単体で聴くと低域足りないですもんね。全然足りないと思いますね。これがさっきのこのサブが合わさってのっていう感じで、サイドチェーンもかけてた気がしたんですけど、ちょっと待ってくださいね。かけてなかったっけな。そうですね。サイドチェーンかけて、えっとクリックのそのキックとキックのサンプルと、まあベース鳴るときにこう被さると同じ低域なんで、まあ二ゴールが出るので、あとノリも出ないので、まあベースがこうドゥアンドゥアンでこうアタックがね、ルーズになるように。ちょっとこれだけ聴きます。このスカだけで聴いていきます。 かけてる。これさ、かけてた後、あ、かけてたんですけど、あのさっきプレビューしていただいた段階でかかってなかったです設定が外れてましたすみません。これないといけないです。いいじゃないですか。ビフォーアフター聞きました。本当はあったがいいですね。そんな深くは入れてないそうですね。深くは入れてないです。まあ深くしてもかっこいいかなと思うんですけどね。これ。ああ、いいですね。はい。戻ってくる感じ。そうですね。まあこんな感じ。一応一応ちょいちょい感じるって感じですね。 あった方が多分いいいと思います、うん、でプラスでやっぱりトラップっていえばハットハットはい、あ、ね、ロールですねロールをちょっとロールもどんな感じかって,見てみますちょっと広げ、はい、ましょうか、うん、まあここのやっぱロールがポイントですよね、まあ、これも、まあ、近年ではもう本当によく見られる手法って感じでご存知の方も多いかなと思うんですけど、うん、よいしょ、まあ、こういう 細かさを、例えば今ここだと、はい、えっと、十、店舗的には八なのかな。ちちちちですね。あ、八ですね。八く。八ですね。八ありますね。すねはい。で、十六入ってきたり、あとここが。ここちょっとね、原曲聞いて速さわかんない、三連っぽいなって気もしたんで。よいしょ。これ、何で売ってるっけな。ちょっと、これですよね。えっ、ー、と。十六、三連とかじゃないかなと思う、八三、八十三連か。な ズーム適用しちゃってる。クオンタイズ見てみると16323連16163連ですね。163あ、さあごめんな2 3連でした。はい。でここを入れて、はい、あのまあちょっと浴用をつけるっていう感じ。うん、そうですね。3連使うの結構点ポイントですね。これね、あのはい。32だとちょっとつまんないかなって感じが出ますんで、ノリに、はい。ちょっと規則感を出していて。そうですね。<構>はい。なるほど。よくやる手法だと思いますね。うん、3連使うのも。

要はエンディングにこれを持ってくるっていうのは別にだってここで終わったら短いのかいろいろあるかもしれないですけどエンディングがこれでなんでこれなんだろうっていうのも。とまるかなと思いますやっぱり単調なんで2コラスと同じのでこれで終わったらうんっていう感じちょっとしませんかね若干これで終わったらほかのエンディングもあったトラップに行った理由ちょっと歌詞までがあんまりよく理解できてないんで歌詞的なニュアンスがもしかしたらあるのかなみたいな前半と後半のこの。 切り替わり表現したいことがなんか二面性というかね、なんかコロっと切り替わる部分、歌詞なのかな、ってちょっとわかんないですけど、これは。こういう組み合わせも、やっぱり面白いのかな。斬新ですね。斬新。まさかですよね。まあね。最初一回はしてぎたいく、これくんのっていう。で、これ入れて、まだ三分ぐらいの曲ですからね。そうですね。短いですよね。面白いですよね。まあ、こんな感じで、なんですけども。うんと、今この間に、結構ご質問というか、コメントもいただいてて。うんと、まずですね、うんと、そう。少ない。 まあ音数やシンプルな構成の曲でどうしてもこうチープになって、はい、しまう場合があると、はい、こういったものを抑えるというか、はい、緩,和緩和っていうか、まあ、かっこよく弾かせるにまあコツは何か、まあ、いくつかあると思うんですけれどもまず一つはそのやっぱりあのなんていうの表現一個一個のトラックの表現ですよね。はい、例えば ピッチがちょっととと揺れるるかか動いてるとかシンプルなやっぱビーポーンって絶対つまんないので音色にこう音色っていうか1フレーズの1ラインに重みを持たせるためにまあちょっとしたまあグライドポルダメントはいあとはまあピッチだけじゃなくてタイミングのズレとかもありますし長さもやっぱ結構音かもうぴったり8分でああって打ってるとつまんない曲とかも結構乗りを変えてあげると長さを変えてあげてフレーズのその何まあ情報量を多くしてあげるって感じですかね。打ち込みでででその辺でやっぱ音色で言うと 倍音の豊かさとか、はい、やっぱあと不安定でもいっぱい音楽的にいいんですよねなんで今回みたいなアナログの歪みとか、うん、まあシンセもアナログモデリングのものを使ったりするやっぱ揺らぐんでこれって例えばよく、うん、シンセサイザー最近だと、はい、あのランダマイズみたいな入ってるじゃないですかえとランダム、要は、はい、あのピッチにランダムをつけてあはい、まあ,幅いまありますね、はい、ああいう感じとはまた違うあれだとやっぱりわざすらしい いや、えー、難しいところですね、一応、うん、あの情報量的には増えると思うんで、うんまあ、そういうランダマイズでも、あのデジタル申請についてのランダマイズでも、一応違いは出ると思うんで、飽きさせない工夫あのコツにはなると思うんですけど、なアナログモデリング、これはちょっと不思議なんですけどね、うん、なんかもうちょっと、なんての、揺れの幅が大きいというか、これは移送だったら、なんでも今の申請、ついてるんで、うん、ランダムフェーズとかできるんですけど、なぜかアナログって、やっぱ。 モデリング系も実験もそうですけどねどうど、ん、うどうって押してるシンプルなその音の連打が音楽的だったりして聞こえるんですよね、はい、不思議と。 そういういいいいのを頑張ってて再現していかななきゃいけないわけわですよねやっぱり説得力あるというかう、ね、表現ですからね、はい、あのそういうところでやっぱり手を抜かずというか細かいエリットですよね,ねひたすらそれがやっぱり一番効果あるかなと思いますけどね例えばこれ音数多かったら正直分かんないですからねそうすねそ、はい、<laughs> だからそこがやっぱ音数少ない難しさでもあり、はい、特徴でもあるからちょっと変えただけでも一気に良くなったりとか、うん、うーっていうニュアンスが出しやすいうんゆえになんか何言ってるか分かんなくなってきましたけども、はい 簡単に言うとピアノとかって特に顕著ですけども顕著というかあのよくある例かと思うんですけど右で、まあ、エリットしたピアノと、まあ、クオンタイツかけたりして、はい、綺麗にしたピアノと、まあ、生で弾いたピアノ揺れがある場合だとやっぱり1トラックで聞いた時に、うん、あの情報量大きいっていうか何て言うんだろうな重みを感じるのはやっぱ揺れがある方なんですよね、はい、音楽的というか。うん バラつきも情報になるノイ、まあ、ギターでいうとフレットノイズないギターとかってやっぱ生っぽくないですよねノイズとか余計な成分とか、はい、そういったものも音楽的には重要なのかなというところありますね。なるほどはいう感じですかね。はい、あとあれですよね一、まあはい、個一個のトラックやっぱりひざっき言った何回か言ってるんですけどひず歪み感、はい、っていうやっぱり音をチープにさせないっていうのも非常に大事かなというふうに思いますね。はい、だかからちょっっっとととサチュレータータをかけてみてってみ言ったところは割と結構 まあ全然、はい、よくなるじゃないですか、ねですね、場合によってはい。というような回答で大丈夫ですがんか、うん、と一応今ですね全体的に。 さーっと言っ,て言ってるんですけども他にもご質問なんかがあったら聞いて頂い,いて、はい、ちょっとまだ見ていきましょうか、はいうん、かっこいいけどななんんんでここ流行ってるんだろうこれ僕ちょっと調べたんですよね、うん、あのグーグルとかで調べたらあのあとはなんか海外で活動する友人の方にちょっと聞いたんですけど、うん、やっぱ人間性が大きいんじゃないかっていうキャラクター音楽もあるけれどもあのビリア・イリチュってなんかその、うん、媚びない系というんですかね いつでもマイペースで自分の好きなようにやるみたいなそういうキャラクター性が受けているこれもどっかの YouTuber も言ったかもしれないですまあでもそんな感じらしいですよねアメリカではそれとこのサウンドというかがマッチしてっていうことなんですかねそうですかね曲はかっこいいと思いますけどね売れるか日本で出してこれ売れるかというとやっっぱりちょと難しいじゃないですかね。 まあいろいろと頂いてますよ。と、はい、あこれはちょっと違うかな。えっ、ー、とあ原曲はボーカルが前に出てる印象を受けるとこれさっきね言ったんですよ。これもう一回もう一回言っときますか。原曲はボーカルが前に出てる印象を受けると。はいボはね、でボーカルトラックの処理ミキシングこれはボーカルトラックはもちろん普通にまあいい音ですけど、まあ、いい音で取られてて、はい、ちゃんと処理してますが、はい、そのバックトラック。 のうんと高域の処理、まあマスキングを減らしてこうボーカルと被る被んないような音作り、ちょっと見てもらえます？なんかキックとかベースってかけてるんですか？あの E 級的なものって、え確かローパスあのフィルターで入ってますね。まこれもうちょっとサウンドと、これさっきこれちょうど絵を描いたからこれも、そうですね。これで使えるから、これ何回いてるかわかんないですね。そうですね。周波数がどのぐらいですかね。これ、切ってるんですね。切ってますね。バツリ切ってますね。キックに切ってますね。でベースも同じように確か切。 切ってたと思うんですが、えー、っとこれはいいきれ普通に切ってんのかな。 もうちょっと結局出てるかなって感じだったんですけどちょっっと過剰にに極端切てますこれによってでここん空いたところにボーカルがスパッと入ってくるから浮き出て聞こえるよっていう感じなのかなっていう認識です逆に言うとボーカルここ空いてるじゃないですか埋めるためにはやっぱりボーカルでこの成分足りなければやっぱサチュエーションかけたりしてちょっともしも鳥環境によりますけどあと歌い手さんのこういう質問ありますけども。 でここを強調するためにエキサイターとか、まあ、サチュレーションとかかけてす、ね、ちょっとそうですねはいのもいいんじゃないかなって感じはしますけどね。はい、という感じですねはい、はい、あとは大丈夫かな、まあ、こんな感じのコーナーになっててあの今回初回ということでなんか、まあ、評判が良くて、まあ、人気があるようだったら、はい、いろいろと今これ一発目この海外楽曲ですけども、うん、日本の、まあ、実際本人に登場してもらってもいいかなみたいな。 本人が作ったプロジェクトを<ー>持ってきてもらってそれ流しながらインタビュー含めて聞いていくと、はい、あの勉強にもなるし、うん、もうすごく面白いかなというふうふに思うので、はい、このあたりも検討していますのでちょっとこ,の感想このコーナーの感想をよければ教えてどうだったのかなみたいなも <laughs>、はい、足りないとか、まあ、テンポ早いとかいろいろあると思うので、はい、このあたりはぜひご意見いただけたら嬉しいかなというふうに思います。 っ、はい、っていう感じですねちょっと生放送最初の方を手間取ってしまい、皆さんのちょっとお,お,お時間をちょっと無駄にさせてしまったのは本当申し訳ないんですけど、あの次回からコツはをつかみましたので、僕がんがんね、はいあの、それを生かして配信していけたらと思います、はいはい、あとですね、もういよいよクリスマスシーズン近いので、うんと、今回もちょっとクリスマス企画用意してますので、もう少しで公開になると思うんで、えー、YouTube のチェックや Twitter の登録なんかもですねぜひお願いできたらと思います。 思います。はいはいという感じで、えー、今回ですね。えー、こどうだ大丈夫です？最後言い残したこと。まあ大丈夫ですよ。うんはい大丈夫大丈わかりました。はいじゃ今日はこれで終わりました。はいはいじゃあお疲れ様でしたありがとうございました。ありがとうございました。はい